皆さん、はじめまして。レック専任講師の横溝です。私はですね、行政書士講座をレックの方で担当しているということになっても、これで20年以上やらせていただいているんですが、今回、S 式合格講座というものをですね、新たに担当することになりました。この S 式合格講座といいますのは、 スマートフォンだけで完結できるような新しい講座ということになっております。ということで、今回はですね、まあ短い時間ではありますが、その S 式合格講座の特色についてね、いろいろとお話をさせていただきます。で、最初のところなんですが、ちょっと画面を共有させていただいてですね、はい、こちら。 なんですけれど、はい自己紹介ですね、えー、その方をさせてください、まあ。S 式合格講座ということで、初めて私を見ている方もいらっしゃると思いますので、まああ、いつ生まれたのかとかね、そんなに興味ないよって言わないで聞いてください。1969年に長野県生まれということになっております。えー、進学塾の講師、これは中学受験や高校受験ですね。 それから代研といって、今、公認試験といいますかあの、高校中退したりとか、も中卒で社会に出たような方が、高校の卒業資格をもらう、今、卒業資格ないと、例えば専門学校とかも、ね、入学できないとか、そういうケースがありますので、それで代研でそのような資格を取るための受験指導というものをしてました。 2000年に実は行政書士試験に合格しまして2001年からレックの方で行政書士試験対策に携わっております、まあ、トータルすると講師歴は31年ということになっている、まあ、そんなずいぶん長くやっているなというところではありますねあの行政書士試験ということで言うんであれば毎日ブログを書いております、まあ、2006年の頃は こういうブログを書いている人はほとんどいなかったんですが、今逆に書いてない人の方が珍しいという状態になっているかもしれません。まあ、横溝新一郎行政書士合格ブログというので、アメーバブログの方で2006年からほぼ毎日更新させていただいてます。ぜひよかったらあのご覧ください。それから本も何冊か出しております。まあ、シンプルで最強な合格戦略というのははこれは 行政書士試験のの勉強の学習戦略を書いた本なので、ぜひ手に取って見ていただきたい、そういうような一冊ではあるということなんですね。まあ、自己紹介としてはこのぐらいにしておきます。そして、さあこの S 式合格講座なんですが、やはり合格戦略の重要性というもの、これは非常に意識しておかなければいけません。なぜかというと、ですねこの絵が描いてありますが、やはり あの合格は遠くにあるように見えるわけですよ。スタート、今スタートしてゴールまでねで。そんなに時間もないわけです。この講座は6月リリースということになりますので、そうすると11月の13日の試験まで、まあ、5ヶ月あるかないかっていう状態で勉強する、下手すれば4ヶ月ぐらいで合格を目指すということになります。非常にやはり 効率を良く、そして戦略をきちっと立ててやっていかないと、当然間に合わない、そういうことになるわけです。だから、ゴールからの逆算というものが非常に大事です。逆算して、いつまでに何をするかを考え、そして、今何をするべきかを考える、これがとても重要になるということなんですね。いつまでに何をするか、これはもうはっきりしていて、8月いっぱいまでに県民業のインプットは一旦終える。 そのためには、スタートが6月からであれば、この S 式合格講座を使っていただくと、憲法、民法、行政法のインプット、2ヶ月で十分終わらせることができます。1回が非常に短い時間で構成されているものということになりますので、その講座の特色などをうまく生かしていただければ、 8月末までに県民業のインプットを終えるということが極めて現実的なものになるそういうふうに考えてくださいでですねこの合格戦略というところからなんだけどじゃあ S 式合格講座というのはその約2ヶ月ぐらいでね 実際に、まあ、2ヶ月から3ヶ月ぐらいですかね、これを本当に6月の頭に申し込んでいてく,くだされば、6、7、8って3ヶ月ありますが、ちょっと6月の半ばとか終わりになると、もう本当に2ヶ月ぐらいっていうね、イメージなんでしょう。それで終わるということにできるための工夫がいくつかあります。まず最初ですね、その工夫の1番目ということでいうのであれば、やはりあの隙間時間を有効に活用できるっていう。 これが S 式合格講座の特徴です。隙間時間の有効活用。まあ、講義は実はワンユニット15分以内です。長くても15分です。短ければもうちょっと短いです。で、全部で240ユニットあります。この240ユニットで県民業、それから商法会社法と個人情報保護法についても 触れますのでそれで二百四十四ニットということなんですね合計六十時間これで終わるようになっているということなんですよそしてスマホで完結できますだからスマートフォンでこう見ながらあ全て、えー、終わらせることができるあの実際にこう今こういう感じですけれどテキストをそれで写していきますのでテキストを写していくのでねちょっとその写した状態も見てみます こん,な感じこんな感じでテキストを一緒に移しちゃいます。だから、あのまあ、もちろん合格基本書と言われるですね、えー、この REC の合格基本書というのをベースに使ってはいくんですが、ただ、ご覧の通り、もう,う講義内で全部こうテキストを移してお話をしていくってことができますので、ですから、それを考えると、 おまあ、全部テキストはそれで完結できているというような状態になっている。そんなイメージだと思ってください。で、それからさらにあのアプリがついてくるんですよ。だから あの毎回毎回、その講座ごとにね、どこまでやったのかっていう、そのアプリで何番まで見ればいいのかっていう一覧表がついているので、それを見ていただければと思います。全部で1800の一問一答形式のアプリですね。これがついてくるということになっております。 ですので、そのアプリを使うことで、インプットとアウトプットを同時に進めることができる、これも S 式合格講座がいかに効率を考えて、講座を作っているかというところの一つの特色です。それから次の特色としては、ですねやはり、まあ、手前味そかもしれませんが、一応20年以上、行政書士試験の受験指導をやっております。 ですから、そういった長年の講師経験から、ですね、やはりこの辺が出るんだ、ここちゃんと押さえておくんだっていう、そのツボ勘どころ、きちっとお話ししていきます。短い時間でもぎゅっと凝縮してお話ができるということは、ぜひ、えー、私の講義のところの内容としてね、えー、期待していただけるといいのかなということなんですね。まあ、その的確に60時間で超速インプット、 これが可能になっているということ、そして合格に必要十分な知識を伝授していくということ、さらには分かりやすい講師オリジナル画面集というものは必見だというふうに言いましたが、こちらもちょっとね、あの先ほどのやつで写してみるとですね、こんな感じであの画面集というようなものを映しながらね、これも、あのーまあ、実際に画面に映ってくるので、ここにいろいろとまた 書き込みもできたりしますから、こう例えば、まあ、線を入れたりとか、マーカーつけたりとか、いろいろできますので、そういったことをしていきます。ですので、合格基本書の中に書いてないようなことを、こちらで補足したり、図をね、こうやってお見せしたりっていうために、画面集というものを使っていきます。 これを使うことで、やはり学習上の効率というものを一気に上げていくことができる、そういうイメージだと思ってください。そして3つ目の特色、これがですね、まあ、あの私がどうこうしたというわけではないんだけれども、レックの方で頑張ってということなんでしょうね、圧倒的な低価格を実現しているということです。まあ、実際だいい、た あのレックの合格講座など、通学をしていくようなクラスが含まれた講座を受ける場合には、やはりうん14、5万 その全体のコースを受けるのに必要になりますが、この S 式合格講座の場合は4万5000円から受けられるということになってますので、圧倒的な低価格であると、そして高品質の講義が受けられるというところが売りの一つと言っていいのかなと思っています。まあ、あのもちろん初めて勉強する人がね こういう講座を使って勉強していくというのもありだと思うし、それから、ここまで勉強してきたんだけど、やっぱりこう独学でやってきた。ね、そういう人が、やはり自分が勉強していることの内容が方向として間違ってないのかな、理解として正しいのかなというところをチェックする知識の確認という意味で、この講座を使っていただくというのにも非常に向いているかなと思いますし、それから、例えば今まで レクにしても違う予備校さんにしても、そのメインの講座ですね、受けたんだけど、まあ、今年リベンジするにあたって、まあ、直前にやるような問題演習講座だけでもいいかなとか思ってたような人ね、でもちょっとインプットも本当は不安なんだけど、同じ講座受けるのもちょっとねって思っているような方だったら、S 式合格講座受けてみませんかって話になります。それで短い時間で一気に確認することで、 インプットの勘を取り戻して、問題演習講座など、もともと受けようと思ってた講座の方での学習効果をさらに上げることができるということになってくるかな。あの実は直前期には私もですね合計56点アップ道場というような講座を毎年企画しております。これは 憲法から一般知識は政治経済社会的中、毎年出しているような講座にもなっています。ですから、多くの受験生の方に指示いただいているものなんだけれども、まあ、やはり純粋なインプットは当然56点アップ道場ではやりませんので、そのインプットをこちらの S 式合格講座でさっとやった上で合計56点アップ道場に来ると、これは 非常にスムーズに移行できるっていう、そういうようなメリットを得ることができるのではないかなと思っています。まあ、いずれにしましても、こういったあ、ざまなね。講座の特徴などをうまく活用していただきながら。s 式合格講座というですね。まあ、新しい試みの講座になりますが、それを上手に活かして。 今はスマートフォンも、ね、画面大きいですからね、えー、多分見るのにそんなに目が疲れるとかそういうこともないのかなとは思っておりますので、まあ、効率よくどこでも勉強ができるということで、この2ヶ月、3ヶ月でインプットを超速で終わらせ、8月、9月、9月からが本当の戦いがスタートします。これはどういうインプットをここまでやってきたかにかかわらず、9月からの勉強で勝負は決まります。その土俵に立つスタートラインに立つために、 まあ始めるのがちょっとね、6月とかで、やや遅めですから、効率よくインプットできるこの S 式合格講座というものを活用していただく。これは 必須ななのではうよかったらぜひ利用してみてくださいね。これが今回 S 式合格講座の特色ということになりますかね。はい、ということで、大、え、体、ー、このくらいの時間でワンユニットが作られているというふうに思ってください。パッと見て、隙間時間で活用できるような講座なんだなというのは、この講座の特色のところからも感じ取っていただけたらなというふうに思っております。それでは本編 S 式合格 講座の講義で今度はお会いしましょう最後まで聞いていただきましてありがとうございました